最近出た本を紐解きながら、独自の解説もさせていただきつつ、歴史の捉え方をみんなで学んでいきましょうというコーナーでございますけれども、今回はですね、こちらを取り上げたいと思います。はい。江崎道夫先生の監修のもと、山内千恵子さんがお書きになりました、インテリジェンスで読む日中戦争。著者は、山内千恵子さんなんですけれども、この著者が、この本で取り上げてる本がですね、歴史家戦略家で軍事省及び 現代中国の専門家であるマイルズ・マオチュン・ユ教授、この教授の、そういうレポートというのがですね、この本の下地にあるわけです。それを紹介しながら、シナ事変、日中戦争を解説しているということに、なるわけですけれどもね。で、その、マイルズ・マオチュン・ユ教授はですね、1963年に中国の安徽省で生まれています。つまり中国人なわけですよ。で、その後文化大革命が始まったので、その物心ついてからずっと文化大革命時代を経験した。ね。だからやっぱりなんかこう、とんでもない時代に過ごしたことで、なんだこれはと。ね、中国国内で交換プログラムで中国に来てたアメリカ人教師とかと会って、やり取りするうちに、中国の共産主義イデオロギーというのはおかしいなというふうに、気づくわけですね。で、さらには、その後、これ学生時代ですね、1980年に、これまだ大統領になる前のロナルド・レーガンね、やっぱり冷戦を終わらせるのに大変な功績があったとされるレーガン大統領の、その大統領選に出馬する時のね、演説を聞いて感銘を受けたと。はい。で、それで全体主義がなんでおかしいのかっていうことを考えるようになって、はい。で、アメリカに行って、アメリカの大学院に、進学してですね、天安門事件の時はアメリカから運動を支援したりとか、そういう経歴の方ですよ。アメリカの歴史的な外交政策の、誤りといいますか、そういう展開によって、日本と中国の戦争がああいうふうに展開してしまったし、日本と中国の戦争が、大東亜戦争の終結で終わった後、それまでね、日本と戦ってたはずの中国国民党蒋介石が追いやられて、あっちゃこっちゃ逃げ回ってたような毛沢東が、中国大陸の支配者となって中華人民共和国を作ってしまった。これはもうアメリカのね、対外政策の大失敗だというふうに言われてるわけですけれども、だからそういうふうなところをですね、著者が周辺知識、周辺情報も合わせて、読み解くという、そういう本だと思ってください。本の名前、竜の戦争本なんですけれども、そこからいろいろ引用しながら、書かれている本でございます。アメリカの対中政策転換と歴史研究ということで、アメリカという国はですね、主に民主党政権を中心に、やっぱり対中国政策が甘かった。たわけですよ、ね、中国だってさすがにだんだんとね、世界中でいろんな民主化が進んでいる波があるから、中国だって民主化するはずだと。で、さらにその、ね、民主化していく中国としっかりと貿易を、自由主義貿易をすれば、WTO も一応加盟したということで、それ自由主義貿易をすれば、さらにその民主化に拍車をかける、そういう甘い幻想を抱いてたんですね。このアメリカという国はなんかこう本当に抱いてたのかもしれませんけれども、それをちゃんと現実主義路線に引き戻して、で、歴史も踏まえて、本来しかるべき対中国政策にやっぱり転換したというのが、トランプ大統領だったということをね、最初の方で書いてあるわけですけれども、この初めにという章を私なりの、タイトルをつける、タイトルというかね、こういう話だよということを言うとすれば、はい、トランプが日本人より先に気づいたかもしれない日中戦争の真相と。私は日中戦争ってあまり言葉使わなくてですね、論文とかでも、シナ事変ね、シナ事変ですね。やっぱり宣戦布告がないままに、展開されていったので、戦争じゃなくて事変だろうということを、言ってるわけですけど、ここは一応本書の表現に従って、日中戦争と書いておきますけれども、日中戦争っていうのは第二次世界大戦と切り離せないわけですが、その日中戦争というものをもうちょっと大枠で見たときの、その第二次世界大戦ね、世界規模の第二次世界大戦で、アメリカは日本を打ち破った、日本に勝ったはずなのに、それによって逆にソ連や中国共産党に負けた、ソ連や中国共産党にしてやられたという結果をもたらしたということが指摘されているわけですね。それはその通りですよ。ね、ソ連だって1920年代にね、できたばっかりの頃は
やっぱり皇帝とか貴族を皆殺しにしてね、なんかこう、そんなとんでもないことをやりながら、政治をやってたわけですから、まあ変な国だなっていうのをね、最初は皆さん、気づいてたと思うんですけども、それがだんだん、うちは平和主義なんだと、逆に欧米の、まあ、だからソ連以外の欧米諸国の帝国主義にね、反対する国なんだ、みたいなことを言ってるうちに、なんかいろんな国でね、日本も含みますよ。あるいはアメリカでもそうですね、ソ連というのは平和国家なんだ、みたいなプロパガンダを、まあソ連に洗脳されちゃったような共産主義者たちがずっとこう吹いて回るわけですよ。で、まあまあ、とはいえ、ソ連っていうのは何度も窮地に陥ってますね。まあ、第二次世界大戦中にも独ソ戦とかそうですよ。もうソ連滅亡寸前まで行ったわけですが、しかし、まあ、ソ連も頑張って戦ったかもしれませんが、国際情勢上のいろんな国の支援とかによって、なんとか切り抜けるわけです。で、そのソ連を支援しちゃったわけですね。あのとんでもない国家、虐殺国家であるソ連を支援した国々があったというわけですよ。これは国際情報戦の勝利ですね。はい。そして、そのソ連のまあ、コミンテルンの指導によって作られた中国共産党。これだって、蒋介石によっても潰される寸前だったわけですね。はい。まあ、西安事件っていうのが後でまた出てきますけれども、もう潰される寸前だった、中国共産党が息を吹き返した。ね。第二次世界大戦によってですよ。だから日本だって、第二次世界大戦の時代、あの時期は、やっぱり共産主義を防ぐ防波堤としてのね、大切な役割があったんです。ね。だからそれを果たせなかった。むしろアメリカと日本で戦ってしまって、共産主義を塞がなきゃいけないっていう方向性をもう運算無償させてしまったわけですね。そういうところからやっぱり何を学ぶべきかっていう重要なミッションがあるわけですよ。蒋介石をろくに支援せずに中国共産党を、まあ、声太らしちゃったんだ、アメリカはと。まあ、インテリジェンスっていう言葉もね、随分ともう馴染みが出てまいりました。私が、25年近く前ですね、慶応学生だった時に、国際政治学を専門とするゼミにいたんですね。そのゼミで一番優秀だった先輩、私の一つ上のね、学年で一番優秀と言われてた先輩がいたんですが、その先輩でさえもですね、当時、皆さん覚えてますでしょうか、アーミテージレポートね。日本もそれなりのことをしないと、日米同盟がちゃんと、ね、機能しませんよというね、日本にすごい厳しくも優しい、どっちだろう、優しくも厳しい、まあ、忠告をした、ね、アーミテージレポートっていうのが結構話題になってた時がありましたけど、あれを、まあ、うちのゼミでいち早く翻訳しようみたいな、ね、ことがあったんですけども、その時にもですね、その一番優秀だった先輩がインテリジェンスを普通に知性って訳してましたからね、ずっこけそうになりましたよ、これね。だから情報とか諜報分野ね、その話をしてたわけですけれども、レポートの中では、はい。で、インテリジェンスっていうのが、まあ、情報って訳す場合に、じゃあよく使われるインフォメーションとどう違うのかね。まあこれもね、いろんな説明の仕方があるんですけれども、まあざっくり言えば、例えばテレビを見ててなんかこう流れてくることとか、街を歩いてて耳に入ってくることとか、まあ、もっと言えば目に入ってくるものですね、目に見えるもの、そういうふうにパッとこう入ってきたものがインフォメーションね、だとすれば、それがじゃあどういう意味があるのかと、あるいは、そのどういう意味があるのかということを踏まえて次にどう行動しようか、そういうところにつなげる部分が、これがインテリジェンスとでも理解すればいいでしょうかね。例えば雨が降りそうな天気だっていうのを見たっていうのは、これがインフォメーションだとすれば、雨が降りそうだとね、でこのまま私が出かけるとその降った雨で濡れそうだから、じゃあ傘を持っていこうね、傘を持っていくという政策につなげるわけですね。まあ政策というと大げさですけど、まあそういう行動につなげる、この段階でインフォメーションがインテリジェンスになっていくわけですよ。まあインテリジェンスで知性っていう意味もありますから、まさにその見ただけ聞いただけっていう情報から、その知性考えというのがそこに入ってって、評価とか分析を経て、一つの行動や政策につながるパート、これがインテリジェンスとでもね、理解すればいいと思うんですが、これがね、日本が戦後まあ弱かった分野というか、まあ戦前も情報戦でアメリカとかロシアに負けたと言われてるわけですけれども、まあやっぱりそれ以上に戦後ね、インテリジェンスというのが、まあ日本人の意識の中から消えてしまいましたと。で、そのインテリジェンスっていうのが消えた結果どうなったかというと、今の情報戦に負けそうだというだけではなくて、過去を見るときに、この戦争中にそのインテリジェンスのやり取りで日本がいろいろ負けてしまったとか、その後歴史認識問題とか歴史戦でもそのインテリジェンスの観点で負けてたり、意識が劣ってたりすることで、戦後もやられて今もやられ続けるということが起こってるということなんですね。
そういう意味でインテリジェンスというそのまあなんていうか概念自体を取り戻すのも大変重要なことですし、それが歴史上大変な意味を持ったということを理解するというのも、これが、まあ正しい歴史というかね、我が国の本当の先人たちの歩みとか、先人たちが、あった手痛いひどい目を理解する上でも、もう必須のことだということになるわけです。